例えば福山さんとか、はいはいはい、共演した後に車で送ってくれたりするんですよ、神谷さんとか、うん、ない緊張感があるんですよ多分車体のせいなんですけど。そうでしょう。これさあれ向こう側行くの来てる来てないね大丈夫です大丈夫です。あちょっと違う今ねこれねハンドル切ったままウインカー出そうと思ったんで逆の位置にしてたんですね。これね全部これにハンドルについてんだよ。すごいっすよね。そうこのねこれがウインカーもレバーじゃなくてこうなってすごいうまく作ってんだなってこの業界に入ってから思うようになりましたけど、その時はもうなんか必死に見てんだよね。なんだろう。そうなんですよ、うん、分かんないし、うん、改めてちょっと大きくなった時に、うん、ファーストガンダムがまた再放送が始まった時見たら、うんあれ思ったよりガンダムって出てきてドンパチやらないんだなって、うんうんうん、やらないね。大人の会話だけの回とかあったりして、うん、あなんか記憶の中だともっとすごくこう毎回水戸黄門的に後半悪者を倒すためにロゴに乗ってるぐらいのテンションかと思ってたら全然違うんだっていう、うん、でちなみにちっちゃい頃に憧れてた女性キャラとかいるの？小さい時ちなみに、うん、俺は南原千鶴と、すごいなあのねもうなんか曲がる時に思うのが、うん、張り付いてますよねタイヤが。そうだねタイヤの張り付きは感じます。もう一回話してもらうとタクシーに乗るんですけどタクシーでたまに高速入ってもらうと、うん、何度も言うんですけど普段から何十キロと走ってる車なんで、うんうん、もう車体クタクタなんですよ。そうねあの時々高速怖いんですよ、うんうんうん、滑ってないみたいなちょっと横滑りしてないのみたいな感じがあるんですけど確かに確かにあのこれ張り付きすぎてて逆に怖いです。あクックってこの高速の中でも綺麗に曲がりすぎて。なるほどね確かにそういうイメージはあるかもね。確かに車体低いしねボディがね、うん、着座位置も低いしタイヤの太さもあるんでしょうね、うん